暑いですね、この部屋。お風呂行ってて。どうも。すいません。どうも。よろしいでしょうか。まず先ほど、はい、参議院で、山岡大臣という地方内に関する設置に関しましたけれども、まあ、これは市川大臣にしてもですね、大変不適切な管轄することができない言動が今までありましたね。一つはやはり谷岡沖縄防衛局沖縄防衛局長に対する監督の責任ですね。これは沖縄の心を傷つけただけではなくて、やはり女性に対する尊厳という点からも看過できないものでありましたし、何よりも沖縄で大きな仕事をしなきゃならない方としては不適切でした。でこの背景にはやはりこういう問題が起こってくる背景にはブータン国王の晩餐会を欠席して政治資金パーティーに行ってこっちの方が大事だったと、公務に対する責任感が全くない態度ですね、市川大臣のそういう態度、あるいは多少とも防衛に関心を持ってきた人間ならば、かつての米兵による沖縄少女暴行事件というのはいろんな問題を提起した事件で、これを全く自分はよく知らんみたいな発言をされるという素人だという発言がありましたけどね、もう就任されてからかなりの日数が経っているだけにですね、全く不適格、重要な問題を解決する資格が全くないということを如実にさらけ出した。でもこれは当然の問責だと思います。それから山岡さんの場合にもいろんなことがあったわけですが、要するに消費者担当大臣として立地条件が高い方になっている、他のことを車掌してもですね、消費者担当大臣としては全く適格性を欠くということが明らかだったと思いますので、こういう結論が出たことは当然のことであった。非常にこういうことが、しばしば起こるのは残念なことでありますけれども、当然のことであったと思います。でこれは要は今度の国会はですね、第三次補正とその補正関連の法案は、通ったと。これは我々も全面的に協力しなきゃならないというので通ったわけですが、その他の法案についてはものすごく、もうできてないわけですね。これも与党の国対であったり、あるいは政調であったり、そういうところが全くバラバラになっている。つまり政権としての問題の処理能力が全くなくなったということの一つの表れですね。私はそのように受け止めておりますので、一刻も早く、なんて言うんでしょう、この政権、我々は追い詰めていく。このようになっております。ところが野田総理はその防衛局長の発言問題と、あと市川大臣自身の、詳細を知らないという発言の後にですね、適材適所だということで、任命責任を超えて野田総理がその市川大臣の現状をですね、認めているような状況もあります。野田総理の責任の問題に対するですか。今まではですね、院として参議院としての意思が表明されていない段階でしたから、そういうようなことを言っておられたのかもしれません。しかし認識は不適切だと思います。そしてこうして委員の意思が明確に示された以上ですね、当然その二閣僚のどうするかと、これを避けて通るわけにはいかなくなった。またそんなことは今いろんな問題山積してますのでね、野田総理がお取りになれるはずがない、私はそのこの国会対応ということになると思うんですけど、自民党としてはどういうスタンスでしょうか。まず、なんていうんでしょうか、この市川大臣とですね、山岡大臣をどうされるのか、そこからですね。辞めさせない場合は、選挙費もあり得る。今申しましたように、そんな選択はありえないと私は思っています。あと、今日でですね、はい、今年の国会が終了したわけなんですけれども、はい、主に震災対応でいろいろと苦労した1年だったと思いますが、今年の国会を振り返って、国会でできたことできなかったこと、
課題があると思うんですけど。まあ、この国会、今度の今年ですね、3月11日に東日本大震災が起こって以来、我々もいろいろ協力をしなければならないということで、フル回転で、この問題に関してはフル回転です。今日幹事長から聞くと、これだけ長い国会、長期間国会を開いてた年は、ないんだそうですね。まあ、そのぐらい震災の対応というのは一生懸命やったわけですが、それ以外、これは決して日本の今抱えている課題が震災対応というだけじゃありませんね。それ以外の課題に対しては全く見るべき成果がなかった。それは問題がどこにあり、それをどう処理していくかという、その明確な方針がですね、政権にないんだと思います。鳩山間2代の政権はですね、ああいう政権交代があったという一種の高揚感から、自民党政権とは違うことをやろうという、そういう意思は明確に持ってたと思います。その一つの表現が最低でも圏外だという鳩山さんの発言だったと思いますが、やってみてそれが全くできないということが、その普天間の問題に限らずですね、自民党と違うことをやろうとしたけど全くできなかった。そこで今ある意味で自民党自体と自民党がやろうとしたことと同じようなことを言ってるわけですが、端的に言えばアイデンティティクライシスに陥っているんじゃないかと私は思います。自分たちが一体どういう政権で何をやろうとしているのか全くわからない。だからこういう、その何て言うんでしょうか、乏しい成果、それから国会対応のこのもう批評のしようもない不手際ですね。例えばその党自体はですね、党の国対あるいは幹事長自体は法案を通してくれと我々に要請しているにもかかわらず、なんとその参議院でその問題の与党のですね、筆頭理事が退席をしてしまうというような、全くバラバラなわけですね。これは民主党政権のアイデンティティクライシスだと思います。自分たちが何をやるためにここにいるのかというのがもう分からなくなっているんじゃないかというふうに私は思いますね。各社さん、どうぞお願いします。特に市川大臣についてはですね、今後防衛省では月内にですね、沖縄のその普天間問題からの環境影響評価書を出すとかですね、またFX設定ですとか重要課題があります。この問責を今日可決された市川大臣がそれをすべきなのか、その交代の時期についてはどのようにお考えでしょうか。もうすべきでないということは明らかですし、べき論を超えて今のような問題を処理する能力がないということが明らかになったんだと思いますよ。だからもしこのまま閣僚の地位にとどまるという、とどまらせるということがあるとすればですね、今の問題は完全に袋小路に入るし、まさにそれは一閣僚にとどまらず政権として家内の傾聴を問われる、また通っていかなきゃいけない、こういうことになりますね。あとこれから年末にかけての政治関係者の体感覚などが進んでいくと思うんですが、その時の まあ、こういう国会の一員の意思にどう応えるのかというのをよくまず見極めなきゃいけないと思いますね。それから私どもが申し上げていることはですよ、まあ消費税をやると野田さんがおっしゃってて、本当におやりになれるのかどうかという問題はありますけれども、要するに野田さんは2年前の国会で消費税なんかはやらないということで選挙を勝ち残ってきた人たちによって選ばれた総理です。野田さん自身も、あるいは安住さんも当時の新聞の、ね、アンケートといいますか、そのあれに対して、自分のこの任期中に消費税を上げることは反対であるという意思を明確にされて当選された方ですから、消費税を上げるというその資格がないんですね。でこれに限らず民主党政権は先ほど申し上げたように最初は自民党と違うことをやろうという明確な意思があった。しかしそれができなかった。で方向を転換して、しかし何故に方向を転換して今までと違うことをやろうとするのかという明確な説明、そういうものが一切ないという驚くべき政権なんですね。そのことが野田さんにも表れていてですね、なんて言うんでしょうか、
先ほどアイデンティティクライシスというような表現をしましたけど、何をやろうとしているのか分からなくなっているんじゃないでしょうか。だから私は資格がない、出直しておいでと、まあ、こういうふうに言っているわけですが、まあ、イミジー君も今日、昨日、今朝の新聞を見ると、前原さんがヤンバに関して、ことはマニフェストに関することだから、そのヤンバを進めることは愛ならぬとおっしゃっている。まあ、この前原さんの発言は、消費税問題に対してこそ適用されなきゃいかんと私は思いますね。閣僚の交代が協議入りの前提となるというか、それともそ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 も協議入りの前提というか、君たちにはそういうことを提起する資格がないって私は申し上げてきたわけでね、前提も前提とはまた次元の違う問題なんです。あと年明けの通常国会に提出されるジョブ制の対応を踏まえて、まあ、まずな4次補正の中身が何だかまだ全然わからない段階でですよ。確かに我々も二重ローン問題と基金を作れというのがありましたから、まあ、何か対応するそれに対して対応するだろうとは思いますが、しかしまだ4次補正それだけの4次補正というわけじゃおそらくないでしょう。それはやっぱり全体像を見ませんとね。本当の山口代表は、はい、もう席が決議されたら2人が変わらなければ通常国会でも審議は難しいという考え方を示されていますが、その点について総裁は、まあ、私は、ね、そもそもそのまま変えないなんていう道があろうはずがないと思いますよ。こんなバカなことがないという前提で物を言っております。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。